昔の選手たちがこれ入ったらもっとすごかったやろうな。かもしれないですね。もうこれはもう大丈夫ですかこれ。すごいな。これは映して大丈夫なんですかね。財布の紐を開けるの天才やからな。ホッタと喋ったらマジ危険やな。ちょっとコーナーですから。2019年冬、はい、売れ筋バッス教えてちょうだい。お願いいたします。さあ、はい、ホッタ店長、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと久々の仕事コーナー、ね、はい、バッシュ紹介でございますけれども、はい、さあ今どんなバッシュが出てるんでしょうか。はい、じゃあ早速ですけど、はいはいはい、まあ皆さんあのこの間ね MVP 取った、うん、ヤニスのモデルもだいぶ出てますよ。新しい青もそうです。これもねちょっと金のラメラメと ね、 ね、そう、東京の学校さんってよくあの青のチームカラーだったりするんで、うん、このシューズ合わせてる子たち結構多いですよ。ああ、なるほど、はい、ちょっとこのねいいモデルのこのキラキラとして取れますかね。この辺のキラっていう感じ、ツヤツヤした感じ。そうですね、エナメル素材とあとこのラメ素材みたいなね、この感じちょっとね光の具合でこう変わる感じもすごいかっこいいモデルです。なるほど、ね、はい、こだわりが見えますね。そうなんですよ。ほんまやな、相当綺麗なこれ。今までの日本のサイズ比較といいますか、アジア系向けに出てるちょっと幅の広いサイズから少し変わってまして、ちょっと若干細いんですよ。でタイトな仕様になってるんで、まあ、かなりフィット感強いです。足のブレかなり抑えられる。いや評判いいもん履いてる人が聞いた多いですよね、うんうん、実際僕も履いてるんですよ。めちゃくちゃいいです。あ、そうですか、はい、そうなんですよ。おすすめ、おすすめですね。なるほど、はい、で次いきますと、はい、まあ、今もうちょっとこれは欠かせないんですけども、はい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 、これ田村さんこの間動画で紹介してきました、はい、メロ、はいはい、履いてるんですよ今試合で。メロが履いてるモデル、そうです、ジョーダン34、はい、かっこいいね。かっこいいっすよこのカラー。これでオータムウィンターっぽい感じでね。そうですね、はい、カラーリングも渋いんですよ。この紐のところとかもね、こうちょっと出しますと、ほんまやかっけー、こういう感じですけど、このなんかさデザート系のさ、はい、軍隊もののさ、ね、アーミーものの感じのテイストにこの蛍光のオレンジ入れてくるところが渋いよね、はい、そこなんですよ。これ見ます、これ裏側とかもちゃんとこのエアバッグも蛍光になってるんですよ。ほんまや、かなり細かいところにこだわりがです、ディテールがすごいな。裏こんな感じです、こういうね、そして履き心地とかはどうなんでしょうか。めちゃくちゃ軽いっす、そうです、もうこれちょっとね透けるぐらい。ほんまや透けてる、はい、わかりますかねこの、これあれやん、はい、あのテーピングするとき下にラップやん、アンダーラップ、アンダーラップやん。わかりますこの感じ、雰囲気でもちゃんと生地しっかりしてもね、はい、すごいんですよ。だから薄くて軽くて丈夫っていうこのね素材もう本当にギリギリですよ。もう最新のハイテクノロジーなのやろな、これな。そうなんですよ、ここもなんかクリアなんや、そうなんですよ。ちょっとずつねこだわりが、このエアのバッグ結構でかいエアバッグ入ってるんで、それがねチラッとこういろんなとこから見えるんですよ。なるほど、はい、でこれもう向こうが見えるぐらいねくり抜いちゃってるんで、ほんまや、そうなんですよ。これでまあ軽量化と、さらにこの辺のちゃんとねトラクションも効いてるんで、ね、なるほど、そうなんですね。これ人気モデルですね。めちゃくちゃ出てます。八村君も履いてますからね。そうなんですよ、はい、八村君はねちょっとウィザーズカラーとかでね、はいはい、紺赤白とかかっこいい履いてますけども、はい、これはもうメロが今試合でも履きまくって僕大注目ですから、はいはい、続いては、はい、まあ新作の出たカイリーシックス、カイリーシックスですね、はいはい、これ新色で出てきましたんでね、はい、そもそもシリーズでも人気のあったこのそうです、なんていうんですか、ベルクロって言いますね、はい、はい、マジックテープが返ってきたというね、そうなんですよ、それは注目浴びてますよね、はい、まあ、どんどんねちょっとカイリー思想の方がねこれはもう大丈夫ですかこれ、すごいな。これは映して大丈夫なんですかねこっちもいわゆるハムサの手というね、もうカイリーの入れ墨にも入ってますけども、はい、で今までの、まあ、シリーズのねちょっと特徴なんかも、はいはいはい、ワンのね、はいはい、そう、継承しつつ、そうなんですよ、うん、でカイリーのサインがあったり、まあ、うん、ここにもまあ目ん玉ですよね、まや、大丈夫ですかね、すごいな、カイリーさん、もう目の形に目が入ってますどう見たって目になっちゃうんですよ、まや、これってカイリーの指示通りなのかな、おそらくですけど、カイリーがやっぱりそういう思想強いっていうのも、うん、まあ、公言してるんで、うん、ちょっとねその辺はやっぱり入ってると思いますよ、本人の意向も、はい、まあ、詳しいところはね僕も本当に聞きたいところなんですけど、本人ね、さすがにな、そうなんですよ、インタビューの機会がないもんな、難しいですね、ちょっと審議のほどは、でもなんか素材とかはすごそうだね、めちゃくちゃしっかり、ここはスウェードやし、そうなんです、この辺はメッシュっぽいし、シューズのカラーによって素材変わるんですよ。え、そうなの、そうそう、これ触ってみてもらえると、あ、革やん、そうなんですよ、え、こっちはまたこのレザーの方で、
ここがちょっとスエードっぽい方に、今のナイキさんの特徴、こういうカラーによって素材が違ってる。なるほど、これも面白いです。はい、あ、こういう感じで目はない。あ、こっちはもう目はこっちがちょっと極端に入っちゃってるんですけど、基本的に目は全部入ってます。もう あこんなところにも、はい、もう目目で、おもろいんだ、こんな感じです。こっちすごいね。これはもうよりめちゃくちゃ見られてますもん、ね、見られてるね、はい、なこれ帰り履き押し的にもすごくいいんですよ。前回の5のこちらのモデル、うん、これもちょっと特徴的だったんですけど、これね、うん、葉っぱのモチーフがあるモデルから、うん、まあ、かなりこの前の方がですねギュッとタイトになってたんで、うん、さらにサポート力強まりました。おお、履きやすさ間違いない、間違いないです。この辺のねで、いわゆるここに、いわゆるズームエアの、うん、ズームターボっていうのをね、また新しいものが搭載されてるんですけど、うん、これは5のモデルと変わらず、同じものが入ってるんで、うん、安定のこのクッショニング、へえ、めちゃくちゃ柔らかいです。はい、ちなみに僕はその帰り、はい、はい、ローの2ね、これ履いてますけどむちゃくちゃいいです。大評判です、ね、はい、これほんまにもう一足欲しいぐらい。そうですね、これはもう本当僕ずっと言ってるんですけど、これね歴史に残ると思いますよ。あ、そう、履きやすいシューズとして、あれ良かったねって後世にねこう語り継がれるシューズになると思います。なるほど、なるほど、はい、それぐらいですね。そうなんです、多分ね今ユニフォームだったらこの辺もね、あ、ほんまやな、これにはなんか、そうなんですよ、新色どんどん出てます。また買わそう人聞き悪いな、もういつの間にか買わ、ほんまマジで財布の紐開けの天才やからなもうホッタと喋ったらマジ危険やちょっとそれコーナーですからなんで喋らしといてこれ落ち込んでるんですから、もうやってくださいね、恐ろしい男だレブロンのこれ新色、まあ新モデル、こう、はい、17作目ですもん、レブロンも、はい、セブンティーン、そういうことですね。めちゃくちゃかっこいい。大西ライオンさんが勝って喜んで入りましたよ。喜んでました、はい、全然バスケ知らん人にレブロン、はい、教えても知らんよ。めっちゃおもろいですね、それ嬉しかったやろうね。ですね、まあ、レブロン書いてあるわけじゃないんですけど、あんまりね、うん、もうこのライオンマークとかね、もうまさにライオンさんのようにね、はい、綺麗、ね、はいはい、にこれ目とかもね綺麗に入ってるんで、はい、こんな感じですよ。でこれ、まあ、わかりますか、これもちょっと光に当ててほしいんですけど、この感じ、このアウトソールのこの、あ、なんかキラキラしてるってこと、はい、角度によってちょっと変わるんですよ。はい、このゴチゴチのこの真っ黒に、うん、このあえてこのメタリックカラーを入れてくる感じで、すごいんですよ、かっこいい、この色合わせ、はい、うん、あの外履きでもいけるね。全然いけます ね、 おしゃれだね。特に外国人の方なんかはもう本当に、まあレブロンファンでもそうなんですけど、うん、これをもう外履きとして普通に履いてる方も多いんで、うん、しかもやっぱクッション性がいいから、待ち履きしても疲れにくいやろうね。その通りですよ ね、 もう多少重さはあるかもしれんけど、はい、その分しっかりしてるもん。そうなんですよ。で重さはもうほとんどやっぱ気にならないぐらいになってきます、ね、まあね、今のシューズ確かに持った感じ重いんですけど、普通のノーマルスニーカーよりはちょっと重いかもしれないけど、はい、ね、履いちゃえば気にならないもんね。そういうことなんですよ。だとこれもうニットの加工って言って1枚の生地がこう縫い合わさってガーッとこう、うん、できてるものなんで、今使ってるパーツ少ないんですよ。うーん、なるほど、だから軽いね。だからそういうことなんですね。ちょっとごつくは見えるんですけど、実際もう皆さん履いてみてください。なるほど、もう実感できると思います。レブロン、はい、ちょっと話題のもう一個新作行ってみますか。はい、はい、カリーセブンですね。おー、はい、カリーももうセブン、もうここまで来ちゃいました。うわ、早いな。こういう感じですよ。おお、かっこいい。めちゃくちゃシンプルです今回、はい、でも前回、はい、履きやすそう。履きやすいんですよ、これも、うん、もう本当に足を入れるところからもうスーッと入っていって、うん、ビタッとサポートしてくれるんで、まあ、今のシューズの特徴として本当に、まあ前回も説明したんですけど、うん、靴紐をねそんなにグッと締めずともちゃんとフィットしてくれてるん で、うんうん、でこの辺の、シューレースに頼らなくてもね、ちゃんとサポートしてくれますので、うんうん、はい、その辺がもうきっちり、作られてますね。ほんま履いてくよな。ですね、昔の選手たちがこれ履いたらもっとすごかったやろな、かもしれないですね。もうマジック・ジョンソンとかもベッタベタのもうね、そうやな、とかでトンバースとな履いてましたけど、どうなんですかね今こう履いたら。ジョーダン12履いたけどめっちゃ重かったもん、はい、そうですね、バッタンバッタンになりますもんね、うん、走ると、うん、かっこよさだけで選んでたけど、そうなんです。ちょっとね今のシューズにはやっぱりこう技術的にもう軽くてもう丈夫でこう動きやすいものがやっぱ採用されてるんで、うん、こう昔のねこう天然比較とか、うん、もうごっついパーツがついてるというのはちょっとやっぱりなくなってきてるんですよね、うん、もうちょっと上手かったかもしれないもん、だからかもしれないですね、機能的な。やっぱバッシュ、はい、ここが柔らかい方がいいっつって、はい、あのぐにゃぐにゃ曲げてる友達がおったのよ。 あそうなんや思って、俺もジョーダン12
ルグ曲げようったら、はい、一切曲がれへん筋トレ器具さん、ま、フライパンかも多分だってはったただただ二頭筋鍛えられるわけですよとか外人選手とか、うん、まあ冗談とか、うん、ああいう脚力を支えるためにまあ作ってるんで、まあ、どうしても必要になってくる硬さではあるんですよね。でも今はそんなことないもんな。そうです、かなり柔らかい素材も、うんね、フィット感もね、何もかもクッション性もジャンプ力もほんまに向上しそうやもんな。そうですね。僕は、はい、これコービーが出てるのびっくりしたんだけど、コービーはですね、もう意外とね、こういう本人履いてないんですけど、うん、マンバフォーカスとかね、こういうちょっとシンプルなラインも出てんねん、新しいですね、はい、かっこいいやシンプルやけど。そうなんですよ、コービーフリーク結構多いですからね。あ、やっぱり人気はもうね、はい、履きやすいのかな、コービーはな。作りがもうとにかくシンプルですね。なるほど、はい、ケディモン、ケディってますね。これトレイっていうモデルで、はい、そうなんですよ、うん、この辺はまあいわゆるテイクダウンモデルですか、ちょっと本当に簡単なモデルっていうところですかね。はい、バカボンの保安官の目の形ですひっくり返さないでください。あ、すみません、こう見てくれればいいんで。はい、あ、そのあ、もうなっちゃいました、そのイメージになんかやめてくださいよ。すみません、失礼しました。かっこいいモデルですから。かっこいいね、はい、はい、で、これが今お、ね、めっちゃかっこいいよ、これ。これもちょっと今、ネッツカラーに近いですよ、ね。あ、ほんまやね。ただこれ、移籍前ですから、ね、出たの。あ、そうなんや。ちょっと言われてるぐらいの時に出てますから。裏で決まってて、それ始めたんだな。その辺もね、ちょっと都市伝説的な話になりますけど、もしかしたら出た頃にはもう、KD の気持ちはね、なってたかもしれないですね。まあ、でもやっぱかっこいいな、なんか内側の生地を見せてるみたいな。あえて薄い素材でね、見せるっていう。こんな感じで。なるほど、このお店に来て、はい、お客さんに聞けばいろいろ教えてくれるんですね。もちろんです、何でも聞いてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。何ですか、これ1個情報いいですか。はいはい、あのちょっとブースがですね、今こっち空いてるんですけど、あ、トルカとかあれなんですけど、まあ、あの空いてるところ、はい、来期からですね、はい、プーマが、うん、言っていいの。いいです。おー、もう告知中なんで、あの大西ライオンが、はい、ロスまで行って買えなかったという。そうなんです、クライド、あのプーマが、はい、しかもなんか今ローとか色出てるよね。いっぱい出てますよ、はい、ハイカットのちょっとしっかりしたモデルから、ローカットの今クズマとかがね、履いてますけど、本格的にバスケに参戦ということで。そういうことです。ついにここにもプーマコーナーができると。入ります。ぜひ皆さんお楽しみに。わかりました、はい、ありがとうございます。ぜひともね、場所欲しい方は、MS 東京、はい、お越しくださいませ。ありがとうございます。皆様、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。